はい。皆さん、こんにちは。ひとつき万札作家の本間龍です、えー。今日もですね、この時間がやってまいりました。えー、大阪万博を全力で応援する、えー、動画。私、本間と今井さん今、ジャーナリストの今井はじめさんとで、えー、もうずっとかれこれ去年の6月ぐらいから延々と 毎週大阪万博を応援しております。えー、今日もですね、まあ先週も大阪万博をめぐって様々な動きがありましたんで、今日も、えー、張り切って、えー、そうしたほあの報告をして、えー、大阪万博今日も盛り上げていきたいと思います。今井さんどうもよろしくお願いします。本間さん実はね、はい。 えっと僕前回3月半ばにえっと能登被災地の取材に行ってそれで今回まだ6週間ぶりに、えー、5日間取材に行ってたんですよね5月7日から11日までで昨日の夜遅く大阪に帰ってきたんですが実は取材の2日目に、えー、すごいことがあったんですよ。うんうん、前回の時も本間さん覚えてると思うけども。和島で、えーうん 取材を始めようとした矢先に、えー、なんかちょっと高齢の女性2人に話しかけたらひとつき万冊の今井さんですよねって言われたって話しましたよね。でその子ずっと連絡取り合ってるんですけどね今回またまたびっくりのことが起きて。うん、和島市役所で えー、公費解体申請のセクションがあるんですけどこれはまあ和島だけじゃなくて七尾も鈴もどこもあの各地の、まあ、富山とか福井とかいろんなところの,あの公務員が支援に駆けつけてるんですよどそ,その公費解体セクションのところに行って、うん、まあちょっと話を聞いたり書類をもらおうと思って行ったらね行った,行ったらすぐにその担当者の方が一月満き万冊見てます。<laughs> 特に万博のことは必ず見てますほ <laughs> で名札見たらうん、うん、あの大阪府のある <laughs> ある自治体の方で<ー>名前もちゃんと出てるけど今僕がそこでここでそれを言うと <laughs> ご迷惑がかかるかもしれませんって、はい、言いませんけどもいや驚きました <laughs> 万博のこと特に見てますと言って今日も こ,れこの配信は能登、えー、里山空港の、えー、支援公務員宿舎できっと見てくださってると思うので <laughs> まあね <laughs> ほらやっぱり大阪万博をあの応援する動画ですからねやっぱりこう皆さん <laughs> 本当僕らのほら気持ちが伝わってるっていうことですよねやっぱ応援するで <laughs> <laughs> 大阪府の職員の方でした。<laughs> えそれでもう「あんな動画やめてください」とか言われなかったんですかんなこと言うわけない,いや <laughs> いやいやあの,あ<ー>そ,のその方今日も見たらですね是非匿名で結構ですのであのコメント欄に何か書いてください <laughs> そうですねいやもう本当でもねそちらの方まで派遣されてまあ本当ご苦労様ですと。 いやもうそれはね本当そうそう言いたいた、ね、れで言ったらね一言言ったらその方は本間さん驚かないで、うん、いつまでえこの支援の業務に携わるんですかって聞いたら僕は「5月末」とかっていう答えを予想してたら「びっくりしないでくださいよ、うん、来年の3月31日です」って。うすげーななるほど。 もうつまり来年の3月31日までは絶対仕事が山のようにあるっていうのはもう分かりきってるっていうことですよねそれね。 それはまた明日配信の分でゆっくり話します。はいはい、で今日はまあバンパクでやりましょう,そう、ね。そうですね。まあね、先週はそのなんかどっかであのなんか事故が起きるとかですね、うん、爆発するとかそういう派手な話はなかったんですが、はい。ええー、結局そのまあ僕らね、僕と今井さんでやっぱりこのずっと先週もう先々週も言ったと思うんですけど。 その3月の29日かに発生したそのガス爆発事故ですね。はい、であれがそのまあとりあえず被害者はいなかったということと、うんまあ、万博協会がほんと小さな発表しかしなかったんで、まあ、当初はなん、まあ、要するに彼らはあんまり大ごとにしたくないからうん、うん、あまああんまり、えー、あとあの。 まあこの後お話ししますけどその写真も1枚しか発表しなかったそれとそれ不自然な写真ねうん不自然な写真でまああのそれにプラスまあそのいわゆるその大阪のまあ記者クラブ連中が突っ込まなかったっていうのもあって。 <で>主題にも行かなかった<ん>現場写真もらなんとなくこう、それ自体は収束に向かってたんですが、まあ、僕らが予想してたのはねやっぱりこの吉村知事とかが子供を100万人呼び込むんだと、えーまあ、大阪とあとまあ全国からもっていう、ね、100万とか200万人とか言ってるわけですよ。これ、政府も言ってるんですよね。うん 全国の子どもたちをあの招待するっていうふうに。だけどこれはだからやっぱりそこに当然この爆発事故の因果関係がきちんと全部、えー、明らかにされてでしかも大事なのは再発防止がきちんとされてるんですよっていうことがはっきりしないと。 この子どもの正体に問題が起きるよっていう話僕ら、この動画でもう早くからしてたと思うんですけどまあ、やはり予想通りですね、その通りに今、なりつつあるわけですよね。はいうん、新たな論争の火種ということでこれは5月9日の産経新聞ですよ。例によって産経新聞は万博に厳しい <laughs> 厳しいんですよ、産経新聞がね、なぜか。 子ども状に待ったがかかっているということでですね、うん、まあ大阪市議会でも問題を追及する動きが出ているという話でですよね。その万博協会の幹部の話で正直なところ、怪我人や第三者への被害がなく住んでよかったというのが本音、これを教訓に気を引き締めたいみたいなことが載ってるんですよね。 で先ほどあのー、なんかその発表がいい加減だったんじゃないかっていう話をちょっとしたんですけどそれに関してはですねこの、えー、私どもともあの対談していただいた建築エコノミストの森山さんはい、はい、森山さんがやっぱり非常に彼はやっぱりまあプロだけやってこうツイあのまあこれ X だよポストが なんですけど、まあ、そもそもこの報道のこの写真がおかしいだろうっていうねつまりあこれこういうことなんですけど、はい、実際はううだろうと爆,、うん、爆発の中心をそらした写真<ー>この1枚しか発表されてないんですよねこれ3月の終わりに万博協会が発表したんですけどやっぱりこれ我々もそう思ってたじゃないですか。これ、はい 右の方の写真があるはずだよねっていうのはここを僕も今井さんも言ってたと思うんですけどまあ森山さんもそこをですねやっぱりこうこういうふうに書いてもらうと分かりやすいですよね。爆心があって写ってるのは左側でこの右がもっとひどかったんじゃねえのっていうね話まあそれはそう思いますよねだってこれ1枚しか発表されてないわけだから。前もも言ったけども あのちょっとどう言いたいんかな普通あの例えばあの観光地って五の塔と撮ん,んでも普通の人は10枚20枚とシャッター押すよね、うん、ましてこんな事故が起きたらさ1枚なんてことありえないよねありえない360度写真撮るよね、うん、でこれをこれ1枚しか発表しないってのはおかしいし撮ってんだろうと、うん、なんでそれを全部出さないんだと。 記者もなんで突っ込まないんだっていうことを僕らずっと言ってきたよね。うんうん、でも普通はそう感じるよねそれ感じない方がおかしいよねこれ。だからまあこの問題はだから収束してなくてなんやっぱりちょっとこうくすぶってるわけですよ。うんはい、でくすぶっていて、えー、さらにさっきお見せしたみたいないわゆるこういう産経ですらっていうね うんうん、子ども正体に待ったがか,かかっているということで保護者や教育現場から不安の声が上がっているということで中学生の子を持つ府内在住の30代女性は可燃性ガスが漂うような場所に子どもを送り出す気にはなれないと打ち明けていると、うんあまあ、当たり前の話ですけどね。 不教職員組合も4月の18日に、えー、ガス爆発に保護者や教員が懸念しているとして知事に対して申し入れを行っていると。で、えー、申し入れを行っているんだけれども今のところあれでしたよね、今井さん、その今井さんの,あのご存知あの、うん、お友達の副校長先生やとか教頭先生の話では。うんうん 流れとしてあの、まあ、そう一応まあ万博協会とか大阪府大阪市の要望に応えて子どもを送り出す連れていく引率する遠足というような体裁で連れていくという流れになりつつあるという話は聞いてます。うそうで,すよ、ね、で <laughs> 一応その申し込みっていうのがですね 4月の三十日つまり四月末までっていうことになってたんだけれども、はい、そもそもパビリオンがどんなもんがどんな展示内容で、うんえー、各国のパビリオンができるかっていう発表もされてないんで、はい、何を見学に行くのかっていう、うん、そのまあだって当たり前ですけど学校で行かせるということはそれは教育目的で行くわけだから。うんうん 何を見て、何を学ぶっていうことを、やっぱり予定していかなきゃいけないわけですよ。あの、この学校の遠足にせよ、<の>見学にせよ。保護者に納得してもらうためにも、ここ、ここに行きます、ここにも行きます、うん、それでこんなことをしますって書かないと、うん、とりあえず、あの、敷地内に行ってきます、じゃあね。<laughs> そんなのありえないわけで。 でそれが結局書けないので、うん、まあ結局はその4月の30日時点で行くか行かないかって言ったら、まあ、行く方向で考えますと。だけど細部についてはまたあれですよね、うん、今後の話し合いになるということで、まあ、これも本当にいい加減だなと思うんですけど、まあ、この子ども正体にその待ったみたいのはかかり 初めているっていうのはまあやっぱり予想通りだよね,っていうねそ,うそれとね、うん、さっき森山さんの,あの,あのポストの写真ありましたよね実はこうなったんじゃないかそれちょっともう一回本場さん見せてほしいんですけども、はい、実はねこれあの森山さんは向かって右側も実は撮ってたんじゃないのか、うん、あるいはこれ撮らないといけないのにわざと 外したんじゃないかということをまあ考えてらっしゃるわけですよね。僕はもうそれそうだと思います。うん、でも,も、う一つの問題はね、あの、もちろん森山さんも分かってて書いてらっしゃらないと思うんだけども、うん、これね、左右だけの問題じゃなくて、上の問題もあ,るああそうそう、天井の話です、ね、これね、これね、うん、ひどいよ。 目、目、視線を下に集中させてね、下だけがやられたみたいな、これ、雰囲気、醸し出してますけども、これ、消防署の、この花消防署の報告書によるとですね、はい。天井も破損してるということが書かれてるんですよ。そうですよね。それ、ちょっと、あの、報告書を見せてもらっていいですかさっき本間さんに送ったやつがあるんで。はい、えー、っと、こっちかなあと、赤で書かれてるん物の,の方です。はい。赤で僕はチェック入れてるこ、はい、ちょっと待って,てね。これです,れですね。はい。 これこの話がです、ねえっと、いろいろ書いてます、それで、うんえー、表題がです、ね、でよいしょ、えー、万博 GW 航空での火災時系列および概要と、うん、で令和6年3月28日木曜日10時55分頃に発災したと、うん、事故それであのエキスパーアリーナ東トイレ等で行われたと。うんで 対応者は、これを対応する責任ある人はですね、うん、鹿島建設、飛鳥、ね、建設共同企業体、それから大阪、関西万博、GW 航空、JV、えー、それから工事事務所と、うん、でこれはあのジョイントベンチャーですよね、JV って、うん、ジョイントベンチャー工事事務所と、それから内容も右側に書かれてあるんですよね。時分に アーク溶接作業中に爆発を送り、大きな音とともに床面がめくれ上がった、うん、で爆発が起きたことを関係先に連絡していたが、午前中の消防員の連絡はなしで、なんと11時前に発災してるのに、うんしょ、この話消防署の方に電話したのは午後3時半だっていうんですよ。なんですよね、4時間半極めて 証拠隠滅とかあるいはもし怪我をした人がいたとしたらその人たちに内緒にしてくれとかいろんなことをやったんじゃないかと私は想像してます。でね皆さんこれの一番左下見,て,見てください。はい、ああ今ちょっとスクロールしてもらって一番左下。はい、あちょっと待ってて、ねこれ この話、消防署が最後にですね、この時系列の経過を書いた後に最後に左下に概要というふうに書いてあるんです。ちょっと本間さん、そうそう、ずっと上に。そうそうそう。はい、で、この左下の赤線のとこですね。うん。本件事案は爆発火災として取り扱う。うん、と、もう、もう言い切ってるんですよ。爆発火災として取り扱う。うん、調査担当隊は桜島 C2。 うん、火災概要は、建築中の、えー、鉄骨、これ、造雪板、鉄板、付き、ALC、うん、う AL 々ぬんかんぬん共同トイレ、うんえー、建て延べ500平米内において、この後です、床面および天井に破損があったものと書いてあるんですよ。うん 天井にも破損があったって書いてあるんですよ。そうですよね。ところが全然万博協会はそんなこと言ってないし、あの写真にそんな映してないじゃないですか。うんうん、でね、皆さん常識的に考えてください。下のコンクリートが巡り上がるあ,んあの写真通りですよね。うん、あんなことだけじゃなくて、上の天井も破損してるんですよ。うんうん、爆発力、想像つくでしょう。うん、それで怪我人なしですかのことはあり得ますか 絶対におかしい。これをおかしいと思わない記者がおかしい。<laughs> そうですよね、うん。で、じゃあさっきの10時55分から3時半まで消防署に届けなかった、この4時間半何してたのか、うん、これ普通に想像しないといけないです、大人だったら。こ、うんなもん絶対怪しい。そうなんですよ、うん、これ本当。 まあでも結局、写真は結局そのメディアはどこも現場を見に行ってないので、うん、まあ写真は結局新たに出てくるとしたら本当、誰かが万博協会の誰かがまあ横流しするとかね、うん、まあそういうのしかないんですよね現状ではね,そうね。あるいはその実際に 被災されたあの工事現場で働いてた方が取ったものとかね。うん、で、おそらくこれね、あの、連絡する義務があったのは鹿島建設、アスカ建設共同企業体と、大阪・関西万博、GW 航空のジョイントベンチャーの工事事務所って書いてありますけども、はい、実際に怪我をした人がいたとしたら、この連中じゃないんですよ。この連中の二重受けし、三重受けし、四重受けの労働者なんですよ。で、その人たちは弱い立場だから。うんうんそう 怪我をしたとしても、ね、この4時間半の間に頼むから黙っててくれ、悪いようにはせんから、これもし怪我しってたって言ったら、うん、もう、工事、この辺全面ストップせなあかんようになるとか言われてね、うん、そういうふうに、今始め、根拠があんのか、根拠がないんそんなこと言っていいのか、根拠じゃないんですよ、この状況からして、うん、そういうふうな可能性があるということを、想像つけるのが、普通の大人だし、ジャーナリストなんですよ。うん それを、ね、根拠がないのに言うなっていうのはおかしいんですよ。それは逆に言ったら、こんなね、1枚しか出さないという方の責任を問うべきなんですよね。よね上も下も右も左も360を写真を撮って、そして一番肝心なことは、どここで働いてた人を会見に出すべきなんですよ。一切出してないじゃないですか。誰が働いてたんですか。働いてた人が出てきて、私たちにけがはなかったって言うんだったら、ともかく一切言ってる、出てきてないじゃないですか、そういう人。うん それをね、万博協会に言ってることを真に受けて信用する方がおかしいんだって、ね、出てきたら出てきたらせめて出て,出てきてくれよ30系40系の労働者が出てきて私が工事してました、うん、下、床面めくれ上がりました天井も破損しましたでも私はなんともなかったですと <laughs> いうふうに出てきて喋ってるんやったらまだしも、うん、だからあれが働いてたなんかもね明らかにしないでね 誰がこんなことね、真に受ける受けるね、記者がおかしいんだって。んこんなこと真に受ける記者はね、一切調べもしないで万博協会のこと真に受けてね、写真も撮りにけんだったら、もう記者やめろよ、もうそれやったら。うもう本当におかしいわ、こんなこんなことが通るって。 そうなんですよねこれは本当に何か何かこう変っていうかいまだに語られてないところが多すぎるのではないかということでまああの結局我々もじゃあとにかく見せろって言っても、うんまあ、これ万博教会が見せないので、うんえー、まあ結局そののれんに腕押しのような状況になってしまっているんだけれどもただ 先ほどご紹介し,てした通りですね、まあ、結局彼らがどう隠してもやっぱりその爆発事故があったとしかも公開されてる写真だけ見てもやっぱり爆発力がなかなか大きいっていうのは容易に想像ができる、うん、だから子供をそこに派遣することが 派遣というか子どもをそこに勉強だとかなんとかって言って行かせられるのかっていうのはこれ相当大きな問題には今もうすでになりつつあるということですよねですよで。で、あのー、一応万博協会としてと吉村も言ってましたけど、あのー、結局はその解決策って抜本的な解決策っていうのは要するに メタンガスが出ないようにすることなんですけど、それはできないそ<う>。で、工事する際は換気を良くして、それと、えっと、メタンガスの数値を測りながらやりますということしか実は対処策はないんですよね。だから、もしかすると、今後も何かの表紙に えー、同じぐらいの事故が起きるかもしれない。うん、で一番問題なのはじゃあこのえっと要するに抜本的な解決策がない中で、えーまあ、結局これあのまあ今のこの爆発事故が起きたところをもう一回ねアスファルトで引いて固めて、まあ、封印するわけですけれども。 その後そのメタンガスが一切出てこないかっていうとやっぱり絶対どっからか出てくるいやまだね、うん、出てきたらいいよ本間さん,うん、うん、あ前以上にアスファルトでおったら前以上にたまる可能性あるよ、うん、でそこに何かの拍子で引火するのが一番恐ろしいですよね、うん、やっぱねでだからねなんかほら、ね、吉村はうん、うん なんか家計現金にするとかって言ってますよね。ね <laughs>。あのさ <laughs> あのさそれってそれで防げる話なのかこれっていうねだってさ世界の料理並べるんでしょうん、うん、そうなんですよおで店でじゃあもう何 IH しかあかんわけいやそんなことないと思うっていう IH 調,調理だけかよ、うん、もういや電気の容量もほらもともと少ないから 電気はなるべくやめてくれっていう話になってるらしいんですよね。そうするとガスかえー、まあ、ガスになっちゃう、ね、ガスだって火が出るじゃない <laughs> だからガス IH はもともとだってほら電源すら通ってないじゃないですか今。で容量にもやっぱりこう限界があるとかいう話で。いやとにかくねこれ問題はね 事故が起きたということはもちろん大変重要なことですけどもっと僕らは考えなあかんのは本当に森山さんが建カアナリストの森山さんが言ってるみたいに私たちの大阪でのこの万博を仕切ってる人たちが朝鮮民主主義人民共和国の独裁者とか。うん 中華人民共和国の独裁者とか、<laughs> ロシアのプーチンのような、うん、情報の隠蔽、それからすり替え、ごまかしをね、やってるということなんですよね。うん、こっちの方が怖いと思う。うん、うん。だから、あの、去年、夏から秋にかけて、僕は皆さんにあの、僕を、万博協会は、 え定期の記者会見、その他、僕を絶対入れようとしないと、うん、え皆さん、僕を入れろというふうに、ファックスとか電話で万博協会に抗議してくれって言ったら、たくさんの人がそうしてくださったんですけども、皆さん分かったでしょ、僕の個人的な問題じゃないんですよ。本当にものを言うジャーナリストが一人でも入らないと、記者クラブの連中だけだったら、こんなことでも口、口、と、と出すんですよ、うん。 おかしいじゃないかと。じゃあ、久々労働者をここへ出してきてくれと。久々労働者の記者会見をしてくれと。とも言わないんですよ。で、僕が言ったら言いますよ、絶対。おかしいじゃないか。誰やねん、久々の誰やねんと。じゃあ、あの、ちゃんとここ読んで、あの、会見させてくれって言って、言いますよ。でも、そういうこと一切言わない。つまりね、東京都の小池百合子の記者会見でもそうだけども、本当に小池百合子は、 自分にとって都合の悪いことを質問するような人、例えば横田はじめさんとか尾形さんとか、あの本間さんと一緒に NG5 に入った尾形さんとか、うそういう人たちが質問するのはもう絶対に嫌やから、小池は止めるんですよね。で、万博協会なんか止めるどころか、俺を記者会見じにも言えない、つまり皆さん、ここも考えてほしいんですよ。本当にねあの なんて言ったんいかな日本のジャーナリズムが、この前、世界のその、えな、ー、<ー>自由なね、ね報道の、うん、え70位ぐらいと会、ね、の方に日本がね、うん、行っちゃってるということこれはね、もちろん権力側とか、その政府側にも問題があるけども、取材する側の、 忖度自粛萎縮にも問題があるんですよ。うん、両方なんです、これでずっと50位、60位に押してきちゃってるんですよね。うん、だからもう本当にね、これからもこの万博のことに限らず、記者クラブジャーナリズムだけじゃだめだということを本当に皆さん分かってください。うん、本当にフリーランスの作家とかジャーナリストとかがあのこういうふうに取材、報道に。 自由に関与していかないと、うん、本当にどんどんひどくなっていくということをね、まあ、これ、いい機会ですよ、これ、本当に分かってほしいんです。で、本間さんが言う、このことについては、僕はあのまたあの参議院とか衆議院の予算委員会で、これ、追及してもらうように、僕もちょっと働きかけます、これは。本当、うんうん、そうですよね。はい、どうも何かが隠されているような。うん まあ、あと結局天井まで破損していたっていうのは、うん、これは万博協会の発表にはないんですよね。はい、なかったんだけども、えーまあ、要するに、えっと、ちゃんと消防署の方ではそういうふうに書いてある、はいえー、天井まで吹っ飛ぶような、まあ、その天井の写真がないんで、えー、吹っ飛ぶっていう言い方ができるかどうかあれですけど、まあ、でも傷がついたことは間違いないわけで。 やっぱりこれを、本当それで、うん、これを、本当に、完全に再発を防止することが実はできていないっていうのがね、うん、あの、いや、できていないって言ったって、いや、ちゃんと注意してやりますよって言われると。こういう問題じゃないよね。そう,そういう問題じゃない。注意しようがないじゃんか、こんなん。どっからで爆発するか分からへんねんから。<laughs> 注意しようがないわけでね。まあ、やっぱり。まあ、で、結局、そもそも論としては、 なんであんな危険なところで、メタンガスが出るようなところでやるなよっていう、ねねねね、立憲民主党の長妻さんが、なんか、うん、なんか YouTube かテレビの番組で橋本徹元,元あの維新の会の代表とね、大阪市の会代表と、なんかテレビ対談か YouTube 対談したにあに、長、うん、妻さんから僕、聞かれました、そのこと、その収録の前に連絡があって。うん 何であんなとこでやることになったんですかって <laughs> もうね長妻さんにしたらありいろんな意味で常識的に考えてそのあの橋が一本しかないトンネルが一つしかない、うん、もういろんなことから考えて何であそこなんやと、うん、でで僕らはもう分かりきったことなんですけど、まあ、全国の東京や北海道やいろいろ九州の人は分からないと思うからもう 簡単に言いますけども、松一郎が勝手に決めたんです。うんうん、松一郎が勝手に決めたんです。いろいろね、服部緑地こと,とか、70年万博の万博公園のとことか、他に候補地いっぱいあったのに、うん、松一郎があそこでやりたいと決めたんですよね。うん、で、もともとの順番から言うたら、IR の方家カジノ含む IR リゾートですね、ここ、うん、が先やったんですよね。うん でその後に万博、二高一でこうやっていこうとしたわけですけども、うん、あのまあ、IR だけじゃ、うん、いろいろ地下鉄通すとか、いろんな整備するっていうので、市民や府民から批判が出るから、みんなで楽しめる万博のために地下鉄を作るんですよ <laughs> というようなことで、まあ、やってきたわけだけど、いずれにしても一言で言ったら、あんなとこでやると。 あんなとこで IR やる、あんなとこで万博やるというふうに決めたのは松一郎なんですよ。で、決めてこんなことが起きてるのにですね、うん、今長を辞めて、八尾で隠居してるんですよね。<laughs> そうなんですよ。もう、我、関節ですよね、結局ね。八尾というのは皆さん、うん、大阪府八尾市のことなんです。でででされてるんですね、うん、もうああのの時々あの、えー なな中条さんやったかな、1000万に、あ,の利子ああいうのが出たら、ら時々あの、事実やとしたらもう議員辞職すべきやとかね、時々そうやって出てきてはあのポツリポツリとおっしゃってるんですけども、とにかく、もうこれはこの後もうこの爆発事故だけじゃなくて、本間さん、あるでしょ。 もう僕ら以外に今まで口を閉ざしてた人ももうありえない非常識さやとか絶対間に合わないとかって書き始めたしね。でえっとまあ先週ですね、まあ、さっきほら、うん、今さんそのもともとあそこはだからあの松井が決めたっていう話で。うん で結局、そのガスの問題っていうのは前々から指摘されたわけですよ、はい、いろんなやっぱり専門家からね。はい、で、えっと、先週のニュースですね、5月9日、はい、これも5月9日、東京新聞の,この見出し、あごめんなさい、うん、今、その消えちゃった、これですね、えー、こっちですね、はい、南海トラフが襲ったらとかね。 いわゆる地震とか津波への対応っていうのは大丈夫なのかっていうのをこれもほら僕らずっと前から言ってるけれどもやっぱりこの大手のメディアもだんだんこういう話にそのやっぱりこうあのターゲットを絞り始めただってット半島みたいなことが起きたらえらいことですようそうでこれ液状化とか津波の被害がどうなるかっていうのは 実はですねその防災の基本計画っていうのがいまだにちゃんとしたものはできてない避難計画もないんでしょでないですないですで具体的な計画を夏までに作りたいとと話したように現段階では具体的な防災計画は完成していないっていう,うあのさってそれまたあの極めて官僚的ですよね、うん、夏までに作るじゃなくて作りたいうんうん、うん、そうですね 作るとは言ってません。作りたいと言いました。うん、作りたかったんですけども、夏までにできませんでしたっていうつもりやな、これ。うん、そうですよね。おそらく。で、多分、立て、そういう計画が多分ね、立てられない、だと思うんですよ。いや、今日にもしてないって、今日にもしてないってね、うん、もうこいつら嘘ばっかりやから。<laughs> 嘘つき集団。ねうん、嘘つきごまかし詐欺集団。うん、うん。そうなんですよ。 だからこの基本計画というのは、えー、会場の予想最大震度は6弱と見ているなんで、なんで、<laughs> なんで勝手に予想最大震度6弱やねんな。<laughs> まあ一応そういう、あの,のさ関西が、関西電力が暗躍した、あの、鈴原発の予定地が今回、震源地やってんけどね、元日の、震度7ですよ。うん なんで6弱って勝手に決めるわけ ?6 弱って決めないと津波が襲ってきちゃうんで、6弱に決めさせていただいてるわけですよ。まあこれ東電の、東電の福島原発でもそうでしたけどね。あの、勝手にあいつらが6以上は起きねえって決めちゃってましたからね。ん <laughs> こんな、こんなさ、前提からしておかしいやんけ、もう。うん、そうなんですよ。 でさらにやっぱり、ほら、関西空港が台風で孤立したこととかもあったじゃないですか。ありました、ありましただからえと。5年か6年前ですよね、ものすごい台風で、船がずっと流されていって風で、関西空港とこっち側を結ぶ、陸地を結ぶ橋にばーん当たってね、2>, 2週間ほどあそこ動かなかったですよね。そうですよね2018年の9月の月、うん 話ですけどこの時は空港島にその最大約8,000人が取り残されたと,うそ<う>ところがですね、うんまあ、空港っていうのはやっぱり高級施設なので、はい、8,000人でもとか1万人とか収容できるわけですよねそ<う>そ電気もずっと通っていし、ね。ところが仮設の万博会場には多くの人が。うん えー、雨露をしのぐ設備はない大屋根リングは、うん、雨しのげませんんよ皆さん、まあ、あの下にいて運が良ければ、うん、要するにあそこほら基本的には風が抜けていく構造になっているから台風みたいな雨とかはちょっとしのげないですよね。うん、で、えー 万博は一日最大約23万人の来場者を見込んでいる、うん、まあ絶対こんな集まらないと思うけどまあ絶対集まないけど23万人は来るわな23万人今絶対来るで、うん、教会はこの台風とかが発生すると最大で15万人ぐらいが、うん、あまあ離災すると。うん なのでそれを場内に数日程度とどまれるように水や食料などを備蓄することも検討しているまたこれ検討やろまた <laughs> そう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 備蓄するってなんで言い切れへんの？<laughs> 検討そうる、ね、うそ何そう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 そそうう これね,、えー、っとですね、広報担当者は取材に対して、まあ、とにかく防災計画具体化を続けていくとところが、はい、えっと専門家の方は万博開催中会場にはちょっとした自治体クラスの人口が集まるんですよね、ね数万人ですから。 とととか町とかなんとか町村ぐらいねそうすると外からの救援は難しくゾッとするような被害想定になるそんなリスクに備えた防災計画を作ることは現実的には難しい巨大地震が起きないことを祈るしかないっていう<の> <laughs> いや町本当に確かにその通りりよね祈るとか期待するとかそんなんばっかりやな。<laughs> いやーこれやっぱちょっと怖いですよね。でこの記事の最後が「えー、万博のテーマは命輝く未来社会のデザイン」サブテーマは「命を救う」なんだが<た>え大阪あ市内の在住で手塚山た手塚山学院っていうんですか手塚山学院大のおまあ教授。 うんえー、薬師院さんっていうのかな、はい、はこう皮に来る、はい、現時点からここで、ごめんなさい、計画時点からここでやるのかと防災の観点で批判はあった、うん、大阪には他に防災工事をするべき場所がたくさんある、うん、住んでいる人の防災を後回しにして万博をやるのか、これでは誰の命も輝かないってくらい、うんうんうん <laughs> ちょっと笑っちゃうんだけど笑い事じゃないっていう、ね、これはないどこの記事なのこれこれ東京新聞なんですよねあ東京新聞がわだわだあの大阪の八木さんにちゃんと取材してるんやそうですね<ー>してますね、うん、でまあ本当ね、そのガス爆発が起きてでそのそれに対するさっ,きさっきもお話ししましたけど抜本的な解決策はない、うん、で だから注意しながら作業を進めますとしか言いようがないでさらに言えばもしこの会場要するに4月以降来年の4月以降ですね、はいはい、に、まあ、例えば地震が起きた場合、うん、大きな地震が起きた場合っていうのは実は現段階でも防災計画は立てられていないっていうことそれと もし、えー、8月9月10月の間に5年前と同じレベルの台風が来た場合は、うん、ここは完全に陸の孤島となって、えー、もう本当、えー、と空港のように完全に、えー、と雨梅雨がしのげるようなに、えー、設定されているパビリオンとかは特にないので。うんうん まあどうなるかはわからないっていうかもう、まあ、とにかく何も来ないことを祈るのみというのが実は、えー、現段階でのんか僕,僕ねもうすっごいすぐいろんなこと想像しちゃうんだけども、うん、そうやって巨大台風が来たり巨大地震が来たりしてまあいろんな犠牲者が出た時に、うん、吉村氏が「自己責任ですから」って。 っていう今絵が俺の頭に浮かんででもれ自己責任ですよね」ってこれ,れは自信でわけじゃないですから、うん、あの個人の方々がご自身で招待券をもらったりチケットを買って行か,行かれたわけでこれ自己責任ですよね <laughs> あのこういう災害って別に USJ で起きることもあるしディズニーランドで起きることもあるし甲子園球場で起きることもあるしこれ全部自己責任ですよねって。 言うよ絶対 <laughs> もうお悔やみ申し上げますお悔やみ申し上げますけど自己責任ですよね <laughs> ってあ子供さん子供さん偽善にやったんですか爆発事故が起きたとこへそれ子供さん生かした保護者の方の自己責任ですよね <laughs> って言っていや本当言いそうだから怖いよね言うよ絶対。<laughs> 石毛なんてまたニヤニヤヤ笑い流れ言うよ、うん、あ被害が100人程度でよかったですとかって言いそうやなあいつ、うん、言いそうですねまあだからね本当あのー、現段階で防災計画も立てられないとか、うん、そのメタンがガス、まあ、溜まってるのは分かりきってたけど、うん、爆発しちゃったけど被害者がいなかったんでよかったとかね まあすでに言ってることがおかしいだろうっていう話なんだけど。おかしな人の集まりなんだって。<laughs> こんなおかしな人の集まりのさ、あの万博協会の役員やってる連中、あんたらみんなおかしいよ、ロバート・キャンベルさんとか、宇佐美・佐子さ,さ,さんとか、それからなんかあの、シグネチャー・パビリオンって言ってやってらっしゃるもう、もなんかあの、 奈良の映画監督の方は名前何やったかなって <laughs>。<laughs> 知ってるくせに <laughs>、ね。女性映画監督でしょ。<laughs> そうあのクマモンの,あの発案者とか皆さんねこんなとこに関わって何にもこの子たちでノーコメント通してるあんた方は本当無責任な人やと言っとくわほんま。んねえ まあねちょっと今週もあっという間に時間来ちゃったんであれなんですが、ね、も,も,もうあっという間にね<前>時間が来ちゃったんで,<然>あれですが僕らの番組でね CM 入れてないのに <laughs> そうですね <laughs> 番組中に CM 入ってないのにあっという間に終わっちゃった、ね、<laughs> そうですねまあ本当ねあのー、まあえっとこのメタンガスの爆発に関して言えばまあもしかしたら今後はえっと 工事中は事故は起きないかもしれない。だけれども、うん、うんと、さっきから言ってる通り、メタンガスの発生を根本的になくすことはできないので、その危険性は常について回る。で、そういう危険なところに、ういや、危険とは、ちょっと危険って言うと言い過ぎなのかもしれない。そういう危険性が残っている場所に、うん、果たして、 え何,万何十万人という人々を読み込んでいいのかさらに言えば小学生とか子供をえ小さな子供をね自分で自分の身を守れないようなちっちゃい子供を学校行事だと言って連れていっていいのかっていうのはこれもしですけどそれでもやんなきゃいけないんだっていう時はもし何かあったらこれはもう絶対例えばもう吉村は瞬時に 知事を辞めるとかねあの最終的に誰が人の安全に責任を持っているのかっていうのをこれ石毛さんなのか万博協会の会長の石毛さんなのかこれねもう一度その時ははっきりさせてから募集をかけてほしいなって、まあ、僕は思いますよね。ねそうね僕僕は、ね、僕も一言言うと、うん、これが本間さんやれるみたいに 必ず爆発が起きるとは僕は、僕ら言ってません。二人ともね。うんうん、ただ僕が言いたいのは、事故が起きた時に、きちっと情報公開を未だしていない。あの時も情報公開してないし、今もしていない。そしてずっとごまかし続けてる。写真を上下右横、未だに出さない。うん、そんなことを続けている人たちが主催して責任者であるこの催しに、 大事な児童を、あるいは生徒を生かせる教職員はダメです。そういう教職員を僕はもう全く信用できないし、そういう教職員は責任を問われても仕方がないと思う。これから事故が絶対に起きないとしても、情報公開をしないで隠蔽をし続けているようなところに生かせてはダメです。それは教師としてよく考えてほしい。だから、 吉村も問題やけども、こんなことにさ、そういう教会や不知事の要請に応えて子供らをね、遠足で行かせる運びにしているって人たちは、最低だというふうに言っときます。うん、子供らはさ、自分で選択できないんだから、うん、教師の言われた通りやるんだから、そんな子供一知事にとってさ、自分のなんかあの、 コストのこととかを考えてかもしれないけども、こ、うん、んなことでね、愛に応じる校長や教頭はもうカスやわ、うん、とだけ言って終わっておときます。そうですね。いや本当、うん、僕もその通りだと思いますのでね。これはやっぱりこの先、えー、多分いろいろもまた揉めると思いますけど、あのー、ぜひ学校の先生方には頑張ってほしいと。まあ、だって今度は行く必要ないですから<う>はっきり言って。どうせ行ったってろくなもんないしね。あのなんか食べて終わりですよ結局。学 学校で、学校で遠足はダメ。うん、あの、保護者の方が自分ら好きでやるのはいいけど、学校でやるということは、もうそれ仲間命令なんですよ、うん、子供たちに対して。そうですね。それはダメ。はい。ということでですね、非常に最後、あのきつい言い方になりましたが、まあ、今後もきつくきつく大阪万博、応援していきたいと思います。あの、今井さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆さんどうもありがとうございます。えー、万博問題は週一 必ずやっていきますので今後とも是非見てください。それではまた。